はい、おはようございます。おはようございます、はい、今日は欅ですね。欅、私も大好きな欅なんですけど、こういう本当に若い木からだんだんあの年数の経った木まで、たくさん用意したんですけど、やっぱり粘りですよね、一番大事なのが、はい、で欅の、まあ、植え替えによって粘りを作っていくということのやり方を今日はお話ししたいと思います。で先週ですね、もう2鉢これとかこれを植え替えしちゃったんですけど、はい、やっぱり大変でした。こういう木って無償で芽が出てからですね、 2,3 年してこう刺し直ししてまだ1回も植え替えしてない状況なんで、根がこう細い根がね、あっちこっちこう点々バラバラにあるんですね、はいはい、で粘り作りの方法もいろいろあって、上の細かいやつ切って、葉っぱをこう、あの葉っぱね、根が集中しているところを使う方法だったりとか、あるいは太い根がこう何本かあったらそれを切って、そこから細かく出させるとか、あるいは取り木みたいな形でですね、いいところがなければですね、取り木みたいにして作るとか、つかるんで、これはほぐしてみないと分かんない、ね、なるほど、お医者さんと一緒で、お腹開けてみないと何が出てくるか分かんないって、これなんかもう嫌な予感するんですよ、今からね。そうですね、ここのとこはね、もう取らざるを得ないだろうなと思うんですけど、まあこの辺も一回開けてみてどんな風になるかちょっとやっていきたいと思います。もうあの粘りできてるんで、この間説明したかと思うんですけど、裏はね、全部もうきれいに取っちゃって、直根は押さえてこう四方八方に、芽が出るように作っていくと、まあ、多分ここら辺がそういう形だと思うんですね。あの土鉢で作ってるってことはおそらく粘り作りをしている木なんで、この3つはですね、まあ、去年何やったか、もしかしたら根っこに針金巻いてですね、強制的にこう広げてるかもしれないし、ここら辺ももうちょっとどうなってたか記憶にないんで、作っていきたいと思います。本日は欅の八方粘りの八方粘りの作り方、はい、ということでやっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあまずこいつをばらしてみましょう。はい、これは去年植えたんですか？いや、これはね、多分まだ植えてないと思いますね。初めての植え替えだと思いますね。多分私やってればこういうね、残しとかないんで、はいはい、これがあるってことは多分やってないと思いますね。でこれは洗ってそのまま使いますんで、はい、根をほぐす前に最初に鉢の準備するっていう、はい、はい、でこういうやつですね、留め方いろいろありますけど、はいはい、これで開いて止めるというやつですね、うん、とりあえずちゃんとした根はまずないはずなんで、うん、針金の太さもどういうのがいいか、あんまり太い針金で止めるような根はないと思うんで、はい、根を針金で止めるって、そうですね、固定するのにってことですね、そうですね、はい、今日は絶好の植え替え日和で、はい、雨ですけど、雨ですね、はい、こういう時のがいいって言うんですね。あ、はい、あの急にね、あの乾燥しちゃうといけないんで、そういう湿気があった方がいいってよく言われますね。こんな感じですね、うんうん、はい、でちょっと大きな土を入れて、まあとりあえずどんな風になってるか分かんないんで適当に、はいはい、問題はこれからですね。どうなってるんですかね、どうなってんだろうね。まあ大体こうね、互い違いにあって、あるところでこうまとまった根がねあると一番いいんですけど、それが下に行けば行くほどこの樹高が伸びちゃうんですね。はいはい、できるだけ高い位置に八方粘りがあったらいいんですけど、そうですね、そんなうまいことはいかないんで。おお、すごいことになってますね。なんか針金、針金で縛ってありますね。あ、これ去年やってるかもしれない、もしかしたら、うんうん、説明しようとしたんですけど、はいはい、これでね、取り木の代わりにしてるんですよ。縛って枯らすみたいな、枯らす、へえ、これやってますね、去年ね、一回。じゃあその横の根は太くなっちゃったんですか？太くなっちゃったんですね、その下が止まってるから。はい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 、あ、やっやってるやってる。この針金のね、止め方が私流なんで、はいはい、もしかしたらと思ったんですけど、ちょっと1回目は長めに切ります。はい、ここですね、皮むいて
いわゆる環状剥皮ですよね、はいはい、鳥木の環状剥皮でこう皮むいて、うん、で今ここで針金縛ってあったんですけど、うん、このままやるとね結構こう下に出ちゃう可能性があるんです根が、はいはいはい、それなんでアルミ線を巻いといて、横に出させようっていうのが成功してこれになってるんですね。でたまたまただこういうところが出てきてなかったというところですね。これ1個出てますね、うん、その下のところから、ね、出てないですもんね。ここは死んでるんですよね。すごい。これ死んでる。紹介しようとしてた一つがこれなんですけど、はい、ここに取り木をかけるような形で根を出させると、うんうんうん、皮むいて針金巻いて太い針金巻いてでそれをまた今度根に固定するのに利用してたということですね。じゃあ今年どうしようかっていうことですね。一つはこれですね、うんうん、ここ根を出させたいんですけどでここに今細かいのありますよね、うん、まあとりあえずいずれにしてもこれをねこれまで一回切っちゃいます、はい、ズバッと。これもあっても将来ダメなんで、うんうん、これも切っちゃいますね。へー、はい、これもそうですね。これまで切っちゃいます。寂しくなっちゃいましたね大丈夫かなって感じしますけどね。大丈夫かなって感じですよね。そうですよね。これを芯にちょっと立てたいんで、はい、これだと今度根が今度固定できない。これやったけど、はい、固定できないんで、針金固定するのとここの曲がりですよね、はい、これをまっすぐするというのも兼ねて1本針金かけます、はい、でさらにですねルートンです。彫刻刀ですね、普通の、はい、平たいやつですね、うん、で、こういうところからやっぱ出させたいんでここですね、はい、それはやっぱ深さ的にはその形成層みたいな、まあそうですね、この形成層ですよね。取り木とかと同じような容量なんですね。そうですね、はい、こんな風に向いてですね、はい、こういうところからやっぱり根を出させたいということでこれをこう見つけてこういうやつをピピピピピピピッと塗っていくと。こうやって作ってるんだ。そうですね、まあ、ちょっと斜めになっちゃってるんですけどね。まあ、これはだからここから出てきてここから出る可能性、これがね頑張って生きていく可能性とここから出れば出たでここは後で切っちゃえばいいんで。なるほど、はい、今、太いやつを切った先からまた二股で出たりとかもある、そうですそうです。あの本来はここから出るんですね。でこれも機体は一応ここなんですね。でそういう意味ではもっと短く切りたいぐらいなんですけど、一旦これで切っといてあの下からのも出てくれば下を使う可能性もあるし。なるほど、はい、またこれで来年のお楽しみですよね。なるほど、はい、あそれでここをちょっとまっすぐしたいということがあるんで。ですね。でこれはちょっと少し隙間空いてるのは分かりますかね、うんうんうん、はい、緩めにしてあげて、これもですね。そしてね、これいらなくなっちゃったな。あ、いいか、ごめんなさ い, いや一緒に固定するかもしれないんで、うんうん、はい、こいつをこれせっかくだからちょっと水苔を少し巻いておきましょうか。なるほど、この辺に、はい、ほんと取り木みたいなね、取り木ですよね。これをずっと刺して、でこれをこんな感じで固定してあげると一つ、はい、はい、だから。ぐちゃぐちゃになっちゃったけどとりあえず
これは知らなきゃできないってさっき話しましたけど、これは昼間さんが、うん、自分で考えた方法なんで、どこにも載ってないと思います、こういうあの取り木を。それも取り木もいくつかあって、環状剥皮とあと針金縛って太らせるのがあるんですけど、発根率を考えたら環状剥皮で剥いた方がいいんです。剥いちゃった方が、さっき剥離しちゃったんですけど、でもう一つはギュッと針金で縛ってやると発根率は若干落ちるんですけど、根元が太るんですよね。そうすると発泡粘りというか、こう発泡粘りじゃないな、座ができやすい、膨らんで、っていうことなん で多分それを併用してるんですね。環状剥皮とあと針金 で縛る方法と。だから理想は太りながら一番発根ができて、というんで多分さっき剥皮と針金と両方してあるんだと思うんですね。あげて枯らすのは乾いて貸しちゃった時なんですよね。で、あんまりこれいつまでも置いとくと あんまり良くないんで、本当は少し根が出てきたら取っちゃった方がいいと思うんですけど、今ちょっとついでですけど、剪定ここはちょっと太いんでもうこういうの取っちゃう、はい、それから上の方も少し長いんで切って、やっぱ作業的には植え替えの時にやるっていう、そうですね、ことなんですかね。はい、はいはい、これで水やりですね。はい、水やりもですね、はい、見ると慣れてる人と慣れてない人分かるんですけど、怖い人はね、こうやってやってたんですね、はいはい、水が強いっていうか、ダマンできちゃってるんですね、うんうん、逆に勢いよくこういうふうにやってあげて、一番先端の柔らかいところで水あげると、はいうんはい、怖いとね、どうしてもこういうふうになっちゃう、ちょ強くなっちゃうんで、あとは反対側からも上げて、おでこういう一番先端の柔らかい水を上げるんですね。なるほど、はい、いいですね、将来ね、楽しみですよね。なるほどね、はい、こんな感じで来年で根が出てくれれば面白いですね。面白いですね、はい、これどうなってるかなって言って飽きるのはいいですね。まあいいですね、1年かけて。そうですね、去年だから、なんかこれも多分やった、多分ね、こういうやり方は私のやり方だと思うんで、うん、初めてって言いましたけど、やってましたね、これね。やってました、やってましたね。この2つはだけどやってなかったんで、うん、根が曲がらなってたんですね。はくっついてるな、ちょっと1回取っちゃいましょう。根が絡みついてる、今度は、はい、期待できそうな、どうでしょうね、まあ、少なくとも根は出てるっていう結構ありそうですね。それが綺麗に出てるのかどうなのか、一応これだけやってみましょうか。で、一応こう外に向けてですよね、根のね、こう若い根だと思うんで、あ、結構出てますね。すごいですね、下には出てなくてね、だから去年やったやつが、そうですね、うまくいってるのか、真面目に仕事したのかもしれない。真面目に仕事ちょっと洗ってみましょうかね、はい、はい、どうなってるのか。根がいっぱい出てますね。出てますか。もう、まあ、まともの方ですね。今回他4本やったんですけど、一番まともですね。これは処理的には去年何をしてたんですかね。これだけど多分下の根をたくさん切って、うんうん、ある程度もできてたんだと思うんですね。あ、じゃあさっきやった作業の2年後みたいな感じですかね。かもしれないですね。ある程度出した後に、はいはいはい、そうですね、平たく根を広げて、はい、っていう感じだったんですかね。そういうことですね。すげえ、うん、これだともう発泡粘りのね、ね、できそうですね、できそうですね。第2弾ですけど、今度は根が何重かになってると思うんですよ、はいはい、そうすると下の位置でこの、なんだろう、この高さとこの高さとあって、どっちで使おうかってあるんですけど、結構この高さがちょうどこれもある、これもある、でこれも分かんないですけどありそうなんで、上のやつを取っていっちゃう、高さを合わせるってことですね。
この高い根、これもそうですね、これをちょっと取りたいと思います。はい、はい、これも下にここにいい根があるんで、この上の取りますね。ここは取りたいんだけど下にあるかどうか。ああ、まあここに立派な根がありますね。ここに立派な根がありますね。なんでこれも取りましょう。切りにしますね。これも下に少しこれにありますんで、これも取りますね。高いやつね。はい、そうすると結構八方粘りの、もうできそうですね。今度は逆にですね、ここにいい根があるんですけど、これがちょっと太い、多分これ使えないんで、これはもう取っちゃいますね。で、この裏側はもういらないと。真下は抜いていくってことですか？真下抜いてるんですね。であとこれもですね、この根も走っちゃって、これもほっとくと太っちゃうんで、これも短く切り詰めます。はい、ああ、でもこれは期待できますね、将来ね。またはやっぱりちょっとここら辺がね、欲しいかなって感じするんで、彫刻刀で少し傷つけてあげて。ここら辺ですね。まあここもあるんですけどね。この辺はちょっと。根材をつけてあげると。はい。この子は将来期待できる子なんで。そうですね、さっきのことはちょっと扱いが違う。でも参考になる人多いと思いますよ。ですかね。まあ、今回なかったですけど、さっき言ったようにポンポンポンって根がまばらに出てて、下の方でちょこちょこちょこって固まってるところがあるんですね。そこの上の細いやつは切っちゃって、そのできるだけ固まってるところで粘りを作っていくという方法が割と多いんですけど、たまたまさっきのはね、去年真面目に取り引っ掛けてたっていう、そんなのもあったり、たまたまこういうふうに出てる。だからこれ去年もね、多分だからやってると思うんですよね。そこが綺麗になってたんで、でいいところで多分作ってるんで、もしかしたらこういうところに根があったかもしれないですね。ケヤキはもうこういう若い木は毎年ありますね。でやっぱりこうやって来年どうなってるかって成長しながら、で太い根は切らないといけないし、やっぱ何個か持ってるとやる気になります。1個だとちょっと面倒くさくなっちゃう。そうですね、この辺のどれか行ってみますか。そうですね、はい、結構動画長くなりそうな感じがしますね。粘り的にはどうなんですかね。これももうずっとやってる木ですか。やってます。これはもうずっと作ってる木ですね。あ、でもできてきてますね、粘りがね。ただこういう太い根がね、あんまり、どうなのか。これも取ってみて、粘り作りですよね、まさしくね。粘り作り。ケヤキは多分どれも同じように太い根と細い根が混在してるかもしれないですね。最後はだからここら辺の周りだけは少し根をくっつけた方がいいんですけど、あまりに今度蛮根になりすぎちゃうと嫌がる人がいて、
強すぎるっていう、そんなにものすごいでっかいこういう晩婚を作りたくないっていう人なんかは、逆に埋めちゃう人いますね、土の中に。でその晩婚を抑えるっていうね、ちょっとどうなってるかこれ一個やってみましょうか、はい、これも多分太い根とかいくつかあるんで、うん、面白いとは思うんですけど、普通はねこうやって針金って通すんですけど、はい、これだとこの一番細い1ミリでも1本しか入らないんで、はい、とりあえずこんなやり方しますね。ああ、なるほど。はい。いや、まあ、こういうのもだから、みんな決まりがあるわけじゃないんで、うん、はい。皆さん、自分で考えてもらえればいいと思うんですけど、これも放射線状にですね、根を傷めないように。すごいな。元気ですね。うん、結構バツバツ切っても大丈夫なんですね。あ、全然全然。あ、私ありがとうございます。そもそもこんだけ根洗いしちゃってるんでね。こんなことまでやって大丈夫だよって、これ松とか絶対できないですからね、こんな根洗いは。そうですよね。うん。臓器ならではなんで、この裏ですよね。はい。こういうやつをきれいに取っちゃうと、こういうね、直根は使えないですから、うんうんうん、こういうのをきれいに。裏ね。はい。でこれでもこういうところですね、下の根、むしろ作るの上だけですから、はいはい、こういうねこういう根は押さえてあげると、こういうのもそうですよね、ポコンと。こんな感じですかね、はい、こういう根ですよね、はい、ここに根がありますよね、こういう細かい根がね、うん、これなんかも下の根は取っちゃっていいんで、でこれは太らせたくないんで、もうこういうのは切っちゃう。これも今ここにこれ細い根がありますんでね、はい、はい、この下でここに根があるんで、この下の根も取っちゃいますね、これね。これね。はい。見えますかね。こんなよくわかんない。これ、これ、これ。はいはい。これも太いですね。これも思い切って、ここから出てきてるんですけど、もうちょっと詰めますね。はい。これぐらいまでいいと思いますね、うんうん、ここから出てきた根をで作っていくと、ここからですね。これも取りましょうか、少しこれちょっとごつくなってね、ごつくなってるんで、はい、はい、ここはねもうちょっとここは欲しい感じなんで、うんうん、はい、なるほど、はい、で止める根があるところで、これでいいか、これまた来年楽しみですね。そうですね、はい、このぐらいのやつまでいけたら本当にですね。これだってこういうやつのね繰り返しですからね。ちょっと
早速家帰って2本あるんで、そうですね、粘り作りをぜひ粘ってみます。粘って少し粘り作りですから、あの 深植えでいいと思いますね。はい、鉢がですね、あ、そうですね、ちょっとこう低めに植えてあげるっていうか、う、はい、なんか浅い鉢のが、こう横に行きそうなイメージ、まあそれはでもあるでしょう ね、その方がいいですよね。はい、じゃあもう水やりを、はい、最初他に、ね、外にやってからですね、うん、左ジャーッとやらないと、はい、これだけどれかやってみますか。どっちか。多分この尺すごいことになってます。すごいことですよね。ね、ちょっと一回やめます。一回締めます。締めます。はい。じゃあ一応これで、基礎作りですよね。そうですね。はい、粘り、作り、発泡粘りの作り方ということで以上ですね。はい。はい、これもうすごく勉強になったと思います。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。